ごめんね、呼び出しちゃって。急にこんなこと言って、びっくりするだろうけど、俺、入学した時からずっと野口のこと好きなんだ。ごめんなさい。え？でも、もしよかったら俺と。嬉しかったです。ありがとうございます。映画のチケット。ごめんなさい。好きな食い物知りてえってのは君のことが好きですって意味だろ。じゃあ並木くんは好きな食べ物何ですか？俺？ナポリタン。そっか。またね。